オームシータシグマオミクロンと記された、ステンドグラス汝時自身を知れ、英語のサイセルフは、デルポイのアポロン神殿の入り口に刻まれた古代、ギリシアの格言である。これについては、パウサニアスの、ギリシア案内記10.241に記されている。プラトンの、プロタゴラスの中でソクラテスは、七賢人が、デルポイのアポロン神殿に集まって、汝時自身を知れと。 どうこすなかれという悲文を奉納したと語っているが、この話の真偽は不明である。古代ギリシアの賢人の中でこの格言の作者と言われたことがあるのは少なくとも以下の6人である。デルポイの最初の巫女と言われる神話的詩人ペーモノエの言葉とする文献もある。また、ローマの詩人、ユエナリスは、中洋や、 自己認識についての議論においてこの格言を引用し、天からの教訓であると述べている。分類学の父として知られる、カール・フォンリンネは、自著自然の体系の人の子に、何時自身を知れと記した。自分自身を理解するということは、結局のところ他者をも理解するということであるから、この、何時自身を知れという格言は、人間の行為、道徳。 思考を理解するという理念を表すものと拡大解釈されることがある。しかし、古代ギリシアの哲学者は、決して人間の精神や思考を完全に理解することはできないと考えており、故に自身を完全に知るなどということは考えられなかった。よって、この格言は人間の理解という大きな理想を語ったものではなく、 普段の生活を送る中で自分が立ち向かうところの人間的性質の所想を知るということ。例えば、自身の習慣、道徳、気質を自覚し、自分がどれだけ怒りを抑制できるかを把握する、といったようなことを指しているものである。神殿の入り口に刻まれていた、本来の意味は、入り口前までは人間世界だが、この入り口を通った先は神域である、という警告であり、 神殿に入るにあたって、心身を正しなさい、という意味であった。また、この格言には神秘主義的な解釈もある。その場合、何自身というのは、己の分をわきまえぬうぬぼれやを意味しているのではなく、自己の中の字が、つまり、我がありという意識を意味している。この格言は、ラテン語では普通なすて、イプサムという、 映画マトリックスシリーズでオラクルのドアの上の飾り額にラテン語の何時自身を知れが書かれているが、ここではタメとなすという標準的でない訳が使われている。ありがとうございます。